メルロはアルゼンチンのブエノスアイレス州にある都市である。メルロパルティードの成長所在地であり、2001年の国勢調査による市の人口は24万4168人である。大ブエノスアイレス都市圏に属しており、ブエノスアイレスの都心から西にある。1755年にフランシスコ・メルロによって建設され、1859年にフアンディロンによって 再建設された。メルロセントロの中流階級の地区は、鉄道のメルロ駅を取り巻いており、労働者階級の居住地区の多くは、レコンキスタ側に沿っている。行政と商業の中心は、主要道路のリベルタドールヘネラル3、マルティン通り周辺であり、メルロ駅から歴史地区にかけて7ブロックにわたって、街路樹が植えられている。メルロの北西には、モレノとパデルレがあり、 市境をレコンキスタ側が流れている。東には、サンアントニオ・デ・パドゥア、南東には、リベルタ、南西には、マリアーノ・アコスタなどの都市がある。ブエノスアイレスの音声駅からモロンを経由して、サルミエント線が、市北部のメルロ駅に通じている。サルミエント線は、メルロ駅で、北西方向と南西方向に分岐している。ブエノスアイレス市内からは、 ベルグラーの南線でもメルロに向かうこともできる。同線の終点はメルロ市内のマリーノスヘネラルベルグラーの駅である。ありがとうございます。